皆様おはようございます。美食所チャンネル、美食所チャンネルをやっております。都内在住のアラフォー43歳、こなし専業主婦のチューリップリンセスと申します。今日も私の美食所朝ごはんのご紹介を始めたいと思います。えっ、ー、と、昨日の動画をご覧くださいましたでしょうか。 こちらはホットクックで作った無水のカレーです。無水の、えー、とスモークチキンカレーです。とっても美味しかったです。2日目ですがどうでしょう。ちょっと粘度が増したような気がするんですけれども今日は母の好きなマリアージュワイルドストロベリーウェッジウッドワイルドストロベリーのマリアージュのお皿に 乗せてみましたかわいいおいしそうですねそしてこちらも第一かな多分第一のらっきょうかなでこれがね昨日全回答事件を起こしちゃいましたちょっとふざけた動画になったのであのそういうの嫌いな方はあの嫌われたくないので聞かないでくださいでもあのおふざけチューリップリンセスも好きだよっていう方は聞いてください あの昨日ねあの私がまた宅配サービスを取り込むのを忘れてもういろんなものがもう全部回答になっちゃったんですねでその事件をこう時々定期的に起こしてるんですけども昨夜それが勃発しましたあの深夜に気づいて慌てて取り込みましたでも全部回答になっちゃってましたなので急遽こちらの、えー、と大地かな大地のささみ ハーブカツだったかなささみハーブカツか鶏むね肉のハーブカツかハーブチキンかなんかそういうのがあるんですけどそれはもう解凍なっちゃってたので今日慌ててえっとノンフライヤーで今焼きました美味しそうですなので油は一切使ってませんあの油はその揚げ油は使っておりませんで揚げるときとか焼き上げにするときは私はもうオリーブオイルでやってます でこちらをね, <laughs> ね、こちらのカレーに絶対合いますよね。あのカツカレーが、ね、母も好きだったんです。うん、でもね、まあ、結構外のカツカレーも気楽に食べれてね、美味しいと思うんですけどもカレー屋さんとかココイチとかあの美味しいとは思うんですけれどもやっぱりね結構その頻繁に食べれないというか私もやっぱりアトピコなので。 カレーの刺激物とかやっぱ揚げ油外の揚げ油っていうのはもうすごい植物油たっぷりなのででまたちょっと酸化した油とかになって一体何回使いましてるのかとかもちょっとわからないから、あのー、もうそれ気にしてたら外食ができないんですけれどもやっぱちょっとね気になるし多分たまにしか、あのー、食べれないかなって今はもう思うのでちょっとねお家でこうやって。 あの宅配サービスの安全な、えー、とおささみカツのようなものを買ってこれをノンオイ,ノンオイルでノンフライヤーで焼いてそして、えー、とホットクックで作った安全な無水カレーと一緒にチキンカツカレー美食所チキンカツカレー,カカレーあああああなんか今虫がいたやだやだ虫が大丈夫かな嫌ですねなんか 私虫とか苦手なんです夏とかだから蚊がいあんまりたくさんいるようなとことか行きたくないんですね、うん、はい大丈夫でしたえっとチキンカツカレーアンチエイジングのチキンカツカレーにしていただきたいと思いますいつもしつこくてごめんなさいでらっきょうであこれもねもう全然映えないもう残り汁ですお味噌汁の残り汁にでもすごい栄養があるのであの私はあの最後まで捨てずに あのー、これ若返りのお汁なんだって思っていただくようにしていますでこちらが、えー、フレシャスの天然水常温水にこれまたいつものビタミン D をいいか分かんないけど垂らしてみましたでもいいらしいです多分ビタミン D がこう現代人不足してるらしいのでなあちょっと信じて取ってみたりしています こんな感じで今日の朝ごはんは美食女的ノンフライチキンカツカレーにしてみました美食所カレーの作り方に関しては昨日の動画を見てくださいもうこれ私自信作ですめっちゃ美味しいですはいではこんな感じで今日も今から冷めない間にいただきたいと思います それではまたお相手はチューリッププリンセスでした。幅ナイスです。